はアコースフィア奥沢とトランスクライブ井上とエアリアルの出羽です。トランスクライブ井上とってところがなかなかつぼるんですけれども久しぶりに戻ってまいりましたウクレレレッスンカフェ、今回はカーペンターズの楽曲「Yesterday Once More」を、ウクレレデュオウクレレ日本でのアレンジメントにしてみました。非常に簡単に、そしてカーペンターズと同じノリでね聴ける、そういうアレンジメントになりました。この後のデモ演奏、そしてその後の、手元を大きく映したチュートリアル動画で一緒に学んでいっていただければと思います。それではデモ演奏からまずご覧ください。どうぞ。演奏動画、そしてチュートリアル動画を見ていただきました。いかがでしたでしょうか。それではこの曲を弾く上においてのちょっとしたアドバイス、はい、お願いします。今回の伴奏ではアルペジオという奏法を使っています。一見ランダムに弦を弾いているように見えますが、実はですね、どの弦をですね、どの指で弾くかをしっかり決めてから弾くとリズムが安定して演奏できますので、皆さんぜひ試してみてください。ちなみに井上君はどうしてですか。はい、僕の場合は親指で4弦、はい、人差し指で3弦、そして2弦、1弦と続けて弾いております。はい、僕と違うね。あ、違います。僕は、はい、まあ教えないけど。いや、本当は一緒です。はい、ね、まあでもあれだよね、やっぱり親指はベース音を弾くための指っていう感じがありますね。だから一番低い弦、それからベース音になるところは親指を選択した方がいいよね、うん、そして残りの人差し指、中指、薬指がコードの和音、そういったものを、出す指っていう、そういう風な立ち位置で、指は考えて、スペーシングすると必ずうまくいくと思います。その方がね、いいのりが出るってことだね、はい、うん、いいアドバイスだと思います。ありがとうございました。それではここでギターレッスンについて、はい、僕たち、東京の荻窪アコースティアスタジオで、ウクレレレッスンを行っておりますので、これからウクレレを始めたい方、もっと上手くなりたい方、ぜひ、アクセスしてみてください。よろしくお願いいたします。それではまた次回のウクレレレッスンカフェでお会いしたいと思います。See you next time. Bye bye.